はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私の資産価値レポートの荒川区というのを最新情報化しましたんで、そのことについてお話をしたいと思います。荒川区というのはですね、皆さん荒川区以外にお住まいの方はもしかしたらあんまりイメージがないかもわかりませんが、場所的にはですね、台東区の北側です。台東区の北側で、山手線京浜東北線の線路と隅田川にこう挟まれたところが荒川区でございまして、駅にしますと南側は日暮里に西日暮里ですね。もうちょっと上に小倉という駅があります。これ高崎線の駅ですか。小倉ですね。であと町屋というところもありますね。まあこの辺りが荒川区なんですけども、 あと美濃和、地下鉄の美濃和っていうのもございますね。この辺りが荒川区で、まあ小さな区です。でまあ皆さんのイメージ通りのその、まあ、下町でございましても、この江戸時代から人が住んではいたんですけども、江戸時代からやや江戸の外れというところで、多分まあ田んぼや畑があったんでしょうね、ここはね。で今はもうその日暮里とか西日暮里になりますと山手線の駅ですから、山手線最寄りの、まあ、市街地、当然市街地になってまして、マンションもたくさんございます。で、今、荒川区で販売されている新築マンションは9物件ですかなんですけども、大体ね、日暮里と西日暮里の、まあ、山手線の日暮里西日暮里の駅の最寄りのエリアが多いんですね。でここにもですね、バブルの影響が出てきてまして、まあトップ単価にすると300万超えるような物件が日暮里駅、西日暮里駅の、まあ駅に近づくと300万超えちゃう、離れると200万円台になるというような傾向が出てきています。で本来その高くて200万ぐらいかなっていうエリアだったんですけども、まあバブルでございますね。でそんなね、こう他のエリアからこのエリアに住みたいって人が来るようなところではないんですよ。だから300万を超えるのはいくらなんでもそのバブルかなというふうに私は思っております。でただ山手線の最寄り駅のマンションで今一番安く買えるのは荒川区です。だから交通利便性というものを合理的に考えて、判断するんであれば、まあ、荒川区という選択肢も十分あり得るかなとは思います。ただもうバブル終わると、もうすぐ終わりそうですけどというか終わりつつあるんですけど、今後下落傾向には向かいますし、300万円で買ったマンション、坪単価300万で買ったマンションを中古で売るときには、200万になったとか180万になったっていうのはあり得ます。5年後10年後の世界ですね。だからそれを考えて、その間の家賃だと思えば、まあ選択肢の中には入れてもいいのかなというふうには思ってます。荒川区の資産価値レポートを更新しました。はい、どうもありがとうございました。